はいどうも皆さん、ゆうたです。大会まで残り9日となりました。で今の体重が、前回から1キロ落ちて63キロになりました。僕は今カーボディプリートっていう炭水化物を一切取らない生活を4日間続けてるんですけど、昨日までの3日間全く体重が減ってくれなくて、今日の朝体重計乗って1キロ落ちててめちゃめちゃ嬉しかったです。でもそろそろ代謝が落ちてきて、体重の落ちって絶対止まる時が来るんで、明日明後日とあと2日カーボディプリートを続けて、その次の日にカーボアップ入れようと思います。このカーボアップは逆に炭水化物を多めに入れる日なんですけど、ただちょっと大会までさすがに時間が短すぎるんで、そこまで炭水化物を多めに入れずに、まあ、大体おにぎり3つか4つぐらい1日かけて食べる予定です。でそんな今日のコンディションなんですけど、さっき日焼けサロンに行ってちょっと撮影してきたのでご覧ください。はい、現在のコンディションはこんな感じです。昨日までなかなか体重が落ちてくれなくて、コンディションもあんまり良くなくて、正直結構焦ってたんですけど、今日日焼けサロンに行って、まあ、水が抜けた状態の今の絞りを見たら、おそらくこのままのペースで脂肪が落ちてくれれば大会間に合うかもってちょっと希望が見えてきました。でまあこんな感じで、今見てもらった水が抜けてる状態と水が抜けてない状態で結構体の見た目って差が出るんですよね。なので大会直前にも水分調整だったり塩分調整っていうのはすごい大事で、僕も今回しようと思います。でそこについてちょっと話そうと思うんですけど、僕実は以前に水分塩分の調整っていうのを1回大会前に実験しようと思って、2日間水分塩分を完全にカットっていうのを試してみたんですよね。でその時やったのが、その水分をカットする前日までは逆に水を大体5リッター6リッターぐらい結構多めに飲ん で次の日からは完全にカットっていう風にしてみたんですけど、その時の僕の体脂肪率ってそんなに低くなかったんですけど、それでも結構特に2日目とかは肌が水分が抜けてパリッとした質感になって、結構見た目的にもいい変化があったんで、あこれは大会前にも実際にやろうって決めたんですけど、ただ実際にやってみて一つデメリットがあって、それが何かっていうと、トレーニングしてても全然力が入らないし、全くトレーニング後も筋肉が張ってくれないで、体力が全然続かずにめっちゃバテる。でもその時一応炭水化物はちゃんと取ってた時期なんで、やっぱり水分の抜きすぎは良くない、僕みたいに完全にゼロっていうのは良くないっていうのが分かりました。なので今回の大会で僕がやる予定の水抜き塩抜きっていうのは、完全にカットはせずに、だいたい普通のペットボトル1本ぐらいの水は飲んで、で塩分も普通に食事から取れる量は制限せずに取ろうかなと思ってます。で期間は大会当日合わせて2日間やります。なので大会前日の朝から水分塩分っていうのをさっき言ったやり方で調整していこうと思います。まあ、やっぱり大会当日ステージに上がっていくら水分が抜けてパリパリに絞れて見えても、やっぱりパンプアップでしっかり筋肉を張らせて大きく見せないとなかなか勝てないと思うので、まあ、僕は今回そんな感じで水分塩分調整していきます。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。